英以降北宋初期の供養人造漢服は、漢民族の伝統的な民族服。日本の飛鳥時代、奈良時代の和服は、聖徳太子の大化改新によって、隋王朝と東王朝の漢服の影響を受けた。新石器時代約5000年前の中国の、新石器時代、行商文化の頃に農業と防石業が始まった。朝で衣服が作られるようになった。その後、 カイをかいきヌイを取ることを知るようになり、人々の遺憾復職も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は襟があり、襟に続くお組み、ボタンを使わず帯で締めることにある。見るものにゆったりとした印象を与える。これらの特徴は他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の区別がある。形については主に 上着下も、真意、ジュ,ュなどの形があった。このうち上着下もに冠をこむるスタイルは、皇帝や百官が公式な場に置いて着る礼服で、宝服は、百官、知識人たちの普段着、ジュ,ュは、女性が好んできた。一般の仮装の人々は短い上着に長いズボンを身につけた。神話時代夏朝演習朝、春秋戦国時代新朝館長。 三国時代疑心南北朝疑心南北朝時代、服装の夜風間。疑心の名士たちの多くは、すっぱだかで寒大衣やコート内は、類似今日のキャミソールのような下着を着て、注意は、この衣式はこの時代に、デザイン参照、北西交渉図。北方の遊牧民族の影響を受けるかもしれない、中原の男がこの時代も早、上着とズボン。ズボンやパンツと互いに、 南方の蒸し暑い気候、高い下駄が流行し始め、雑草は疑心婦人服の中のドレス。疑心時代遺憾症は五感、五感の追求を取り、贅沢な繁華なナナリーのスタイルで、打ちけの両側には土毛のデザイン。疑心の時に、人々はセントロ家庭、ヘイリトナリをペンダントのリボン、服装のような場でひょうひょうとして、それはまだ自負中の花対比。 五個十六国図一東当等の、かんざし話女図等の国婦人ゆ春はず五代十国総長領長、元朝、明朝ふすまちゅん新長清の漢服と満州服十七世紀。満州人が最後の漢人王朝を倒した後、髪を剃って満州風の弁髪にし、服を満州風のものに変える、ソリ発液服を実行し、漢人は、 満州服を強制的に着用させられた。満州人は、漢人の装束文化を排除し、漢人本来の服文化は厳しく禁じられた。清朝は、漢人の一つの民族としての連帯感を弱めるため、また、満州人が支配する全中国の統一感を強めるため、1644年明朝滅亡後、 漢人に満州人の髪型と満州人の服装を強制し、漢人の服飾を身につけることを禁止した。これによって漢服文化は徐々に衰退した。何千年も漢服を着た漢人に対して低発益服の実行は困難なので、身長前半は子供、既婚の女性、役者、坊主や同志だけに漢服の着用を許した。大勢の民間人は、 明王朝への感情を捨てられず、寒服の着用を続けた。清中盤の後期年間に入り、ソリ発液服を実行することに伴い、満州化教育を受けた漢人の数が急速に拡大した。またその時は、経済的な繁栄や平和の時代を迎えて、清王朝を反抗せずに、満州服を普通に受けた人もたくさん出た。 一部の港南地方の肝心意識が強い受学者以外、漢服を着る人は減っていった。役人のほかに、肝心の平民は、民の服を着た。時間は、清に入り、大勢の肝心は自ら満州の服を着た。新朝の子供や、僧侶や、同志や、婦女も、新の服を着て、民の服はほとんどなくなった。しかし、中国南部の漢人にとっては、 ソリ発液服を実行し、難しいところもあった。高記念館、大勢の人は民の服を着て、江南の人も民の服を着ていた。そして、侵害革命の時期まで、区域性的に民の服を保存することもあった。民国同士は、同胞という官服を着たアヘン戦争以降、 ヨーロッパ列強の侵略により西洋文化が多く流入する。前述の真の中期である高記念館で中国江南地方の人は民の官服を着る場合が多く見られたが、新朝末期には官服を保存した区域は見つからなかった。新末の侵害革命により西洋列強の侵略と支配が中国全土に浸透して西洋服が急激に流入し始めた。 第二次世界大戦を経て、中国の政権が中華民国から中華人民共和国に移って、以降は人民服が推奨され、成人男子のほとんどが着用し、女性にも多く着られた。そして文化大革命では、古い文化の完全否定と破壊が行われたため、漢服や他の民族服も禁じられ、人民服が強制され、改革開放後は洋服が流行した。 21世紀に入り、中国の国力が発展することとともに、特に2001年当時の江沢民総書記が、上海の APEC で披露した闘争の影響を受けて、人々は自国の伝統文化に関心を寄せるようになった。2000年代は、中国の経済は発展し、大学教育を受ける若者が増え、チャイナドレスは、漢民族の服装ではないという認識を持つ人数が、 急激に増加した。インターネットでは、韓服専門の同好会を結成する人々が現れ、韓服復興運動と称される動きが見られている。中国社会は、この運動に対し、様々な反応を示している。2007年3月には中国人民政治協商会議委員のようひと、全国人民代表大会代表の劉明らかが、 韓服の復興を提案して、初めて公的な場で議論された。2010年代においても、韓民族による、韓民族としてのアイデンティティを再発見しようとする運動が試みられている。韓民族のアイデンティティを模索し、復興ロマン的な感情から、韓服を作り生きてみようとする人が増加している。韓民族の伝統的な韓婚葬祭において、 寒服を着ることが流行している。晴れやかな舞台で寒服を着用し、また日常的に寒服を着用する構図化も現れている。人民の寒服に見せる情熱は数千年に及ぶ中国文化への愛と親しみを反映していると考えられる。現在、市場やインターネットで販売されている寒服は寒、東そう。 明の時代のデザインを主とする伝統的な漢服と現代中国人の日常生活に適すように実用性とデザインを考慮した改良型の二つのタイプに分けられる。一般的に漢服の着方は前、襟を左側に覆う形の右奥みである。対して、左人は漢族の主将族であり、万位の様式とされている。右奥み。 図の6番朝服、皇帝の時代に、弁官が使用されるようになり、復職制度が次第に形成されていた。夏朝、昭和朝以降、冠無復制度が確立され、終朝の時に完成された。終朝後期に、政治、経済、思想、文化は急激に変化し、特に百科総名で復職について論議が尽くされ、その影響は、 諸国の遺憾復職や風俗習慣にも及んだ、元縁、国を、ためのことを問う、小曰く、行夏の時、上院のろ、復讐の弁、それは腰福祉のことです。孔子曰く、比例持ちし、比例持ち長、比例持ちこと、比例持ち道、漢服とは、様々な、吉礼、凶礼、軍礼、貧礼、貝屋の中で規定されている服装や、 道具などの総称孔子が、伝説の聖王、ウニ衣服を圧縮して、美を、フッツ弁について褒めたたえている部分である。すなわち、儀礼士官礼、模服など、また、修羅甘みやつかさも、神宮寺服など、さらに、来期冠無理ただし、クラギなどの各編に、周長の服装に関する制度である。修来とは、十家が重視する継承、十三教の一つで、儀礼。 来期と共に三礼の一つ。孔子師く教師、律を礼、聖を楽、礼服官服制度は、冷静に取り入れられ、儀礼の表現形式として、中国の遺憾制度はさらに複雑になっていった。英広氏、官球儀や王、将、官官儀をはじめとして、百古道義衣装編、尺明尺衣服、独断巻家、孔師権を鑑賞 俗官女腰福祉などの中に、官長の衣服一般に関する制度が記録されているが、それらはもっぱら苦行、百官の社賀や官弁を中心としたそれである。液境に皇帝、行、春衣装を垂れて天下収まるは、毛出し諸を健康にとる。犬は天、羊猿は地で、健康は天地の間、人の住むところの意がある。収益羊猿家に、 天は元にして地は木とある。天の色は赤黒く、地の色は黄色く。よって、弁服の衣は元にして、もは木である。少書に、恐れの衣服の縫い取りにした文様を言う。美、月、精神、山、竜、花虫、草つ、ね、も、木、小米、不、仏の十二文章である。弁服は、祭祀や即位や長賀の儀などに、 十二流弁刊と共に用いられた。中国の弁刊は古代から明朝まで基本的な形状はほとんど変わらない。明の万歴帝が着用した弁刊が定量から出土しているが、前刊から隋朝の歴代皇帝を描いた円立本、歴代帝王図鑑に描かれている弁刊とほぼ同じ形状である。敵頃もは祭祀や長賀の儀などに、 花かんざし十二祖と共に用いられた。平服、常服平服文章頭の飾りは、漢民族の服飾の重要部分の一つである。古代の漢民族の青年男女は、頭髪を曲げ巻きにし、口外を刺して固定していた。男子は頭に常に冠り、布、帽子を乗せており、その形は様々であった。女性の髪の櫛は、いろいろな種類があり、 紙の上には真珠、花、かんざしなどいろいろな飾り物をした。寒暖性専用の頭飾り女性専用の頭飾り日本日本の朝服の素型になった、等の常服。平安時代以降、天皇以下の文官武官が朝廷の儀式、くじに着用した。かに十二回を定めた、聖徳太子の時代の複製は定かではない。なお、 元章天皇の養老3年2月3日、書霊殿下百章右へルと定められ、それまでの左前が右前となった。この時同時に官人に和釈を命じている。礼服は従儀に用いられるもので、後には即位の大礼にのみ用いられ、明治天皇の父公明天皇の即位までこれが用いられた。和服は当朝の官服の影響を受けているとされ、 衣装的に、寒服に似ている部分は多いが、実際の構造はかなり違う。全体的に見ると、寒服の雪丈は和服よりもはるかに長く、襟と奥身の幅も若干広い。それゆえ、袖を覗いてみると、寒服は和服のような長方形ではなく、台形に見える。なお、中世以前の和服において、外来の影響はほとんど寒服からのものに限られているが、 近世以降の和服は16世紀に伝わったポルトガルの衣服の影響も受けている。朝鮮朝鮮半島の寒服は明の寒服の影響を直接に受けており、全く共通する衣装は多い。半服のチマチョゴリは明のジュチュンとよく似た構成にしている。ありがとうございます。